あの、ウルブスって結構僕解説するときに先制点取られたりとか、勝負決まったみたいな試合でもう気持ちが落ちちゃってさ、それがさ、もう運動量とか出るじゃん。ハンシちゃんだけめちゃくちゃ走ってたの。ハンシちゃんだけこう、火切れないみたいなさ、目の奥に炎が残ってるぞってプレイしちゃうんだけど、で、俺、その解説の時に、こういう選手って次の試合スタメンになったりするんですよねっていう話してて、そしたら次の試合スタメンになって、 結構まあラッキーゴールっぽかったけど点取ったので、そっからこの活躍だからやっぱ魂重要だなっていう。結局やっぱそこよく日本人もね、一回戦力外にされてそっから戻ってきてみたいな話とかあるけど、やっぱそこはさ、魂ある選手は残れるじゃん。そうじゃない日本人もいるからあれだけどね。そうだからやっぱりあ,あ,あの時に言ってたやつがこう今花開いてんだなみたいなの。で、もう一つがデブライネをチェルシー時代、ミケルっていう中盤の選手いたんだけどさ。 その選手がチェルシー時代デブラインにふてくされてたと。デブライン当時で演習態度悪かったともいつもうつむいて怒ってふてくされてた。それほど出場期間与えられてなかったからねっていう。公園で一人ぼっち遊んで子供のようだった。 この感じの選手めっちゃいるんだけど。<laughs> 出番少デバンなるとこうなっちゃう系の選手。で、それで、えっと、音大喧かな。で、これね、別のニュースでテリーも言ってるの。それが今本当に同一人物かみたいな感じだよ、みたいなそう。そういう話してて。デグライネに関しては、モウリーノが、お前の数字全然ウィリアムとかアザールとか比べて出てないぞ、みたいな。あとは当時だとあれか。ブラジル代表のアップしたオスカルだ。で、それで、いや、彼らより試合出てないじゃないですか、みたいな。 でちょっとパワハラ気味に詰められて、その後、ォルフスブルグ移籍して活躍してしていくるみたいな、あるんだけど。これ難しいのが、質がある選手に出番を与えて、それによって気持ちも乗ってきてみたいなのもあったりとかね、あるんだけど、この当時のチェルシーのスカットの厚さで言うと、不適されてる若者にチャンスを与える必要ないんだよね。そう、だから一人は、 ファンヒちゃんの不適されなかったからこそチャンスをもらえた人の話で、もう一つは不適されてたんだけど、その後の、後のキャリア形成でチャンスつかんでおもろになった。そもそもデブライネのポテンシャルがあって、ファンヒちゃんはデブライネじゃないわけだから頑張んなきゃみたいなのはあるんだけどね。だから、そこは自分がデブライネ側なのか、ファンヒちゃん側なのかっていうのを間違えちゃいけないっていう。で、デブライネ側の人間もファンヒちゃん側のメンタル持ってたらより一層成功するから、 基本みんなファンヒちゃん側で頑張って、デブライネだったら、天才というか最強になれるみたいな感じの生き方がいいんだろうな、みたいに。この二つのニュース見て思ってましたね。で、難しいのは監督側だよね、デブライネがその後活躍してるからもういいに悪いみたいなんだけど、実際に2列目にあんだけ戦手層あるときに、 って出番与えられないからってふてくされてる若手にチャンス与えるかっていうと、そこでチャンスじゃあ与えちゃった場合、頑張ってるベテランとか主力選手がどんな気持ちになるんだってなるからね。その後のモーリーヌの詰め方は良くないけどね。それをテリーも言及してるけどね。当時より今のが人間性成熟して、モーリーヌも揉めなくなったみたいな。当時はね、尖ってるモーリーヌバーサス尖ってるデブライネだからそうなっちゃうんだけど。いやこれは人事じゃないなと思いながらこれ読んでましたね。 今日ね、記事でブルーノが批判されてたね。負けてる時に不満をこぼすような言動とか行動とか。でも確かにあるな、みたいな。ユナイテッドが負けてる時というか、あれは時に、チームがあれ、微妙なプレーするとさ、他の選手が、おい、そんなことす、そんなクソなプレイすんなよみたいな態度の出ちゃうあ。だからデブライネとかもそうじゃん。だからその辺もちょっとブルーノとデブライネに似てるね。うん。デブライネを僕好きなんですよ。昨日の配信で好きな選手、 イレブンでデブライネ一発目上げたじゃないですか、バーディーと。めちゃくちゃ好きなんですけど、デブライネ見てて気になるのは、味方がプレイミスった時に露骨にイライラしたりとか、明らかな判断ミスでパス間違えて、それを味方がカットされた時に戻んないですよ。もうそのミスするんだったら俺お前の尻拭いしないよみたいな態度取るんですよ。結構これわかるみんな見てて。デブライネむちゃくちゃいい選手だけど、 味方に対して、特にわけ分かってない味方に対して、冷たいというか、突き放す瞬間、結構見ると思うんだよね。で、それがね、俺、選手のメンタリティから言うと、そういう選手がいないときに、負けたときって、何言われるかわかんないというか、俺いねえからだろ、的なのとか、あと、そういうふうに、態度悪い奴が、もう言いうよ,いよ、あの、デブライリ好きだけどね。なんか、そういうふうに、態度悪い奴だったり、自分に冷たい奴がいないときに、 絶対負けたくねえって気持ちにならない。あいつがいねえから負けたなんて絶対言わせねえっていう気持ちに選手になるでしょ。それぞれがその気持ちを胸にしまってるんじゃないかって僕は思うんですよね。<laughs> 仕事でもそういうのあります。だから普段戦術論とかね、そういう話でこう言うけど、まあ、これはあの、僕自身の人生の経験です。認めてるしすげえやつだけど、あいつがいねえから負けたなんて言われたのはもうめちゃくちゃ尺に触るっていうふうになるようなキャラだから出ぶラいね。 だから、デブライネいないときに、普段出てないような力が出るんじゃないかっていうのが、僕の中であります。あと、デブライネって味方にコーチングするでしょどのチームでも多分ある現象だと思うんですけど、正しいことといいことって違うんですよ。正しいこと言ってても、それを言い方を間違えたりしつこく言っちゃったりとか、ボリューム1個の問題でもあるんですけど、それによって、選手のテンションが下がったりとか、わかってるけど動きたくねってなる時があるんですよ。 これはもう、あの、サッカーだけじゃなくて、いろんなことであるでしょ。あの人言うこと正しいけど、あの人の言うことは聞きたくないっていう。<laughs> ってなると、デブライネがピッチ上でコーチングとかするじゃん。お前なんでそこ走ってねえんだお前そこだろ、こうだろ、こうだろっていうと、もうみんなが、こう、頭では正しいって分かってるんだけど、動きたくなくなるっていうか、音楽的に言うとグルーブが出ない。いい感じにみんなこう、瞬間瞬間にいい判断が出ないっていう。で、デブライネむちゃくちゃ好きだし、いたら絶対にいい選手だし、もう、 ね、ビッグクラブとの対戦の時は、より一層いてほしい選手ですよ。なんですけど、そうじゃない時期に別に勢いが落ちないのは、デブライに言われたくねえから頑張るっていうのと、デブライでいないことによって、選手個々の判断がこう気持ちよく、こうグルーブが出るようになって、瞬間的なセッションがすごいかっこよくなってるっていうのが、まあ、僕の中での、この見てた時に思った仮説です。この仮説が面白いなって思ったら、いいねとかチャンネル登録とか、この動画にイートしてる方た嬉しいですと。 虫原、あ、ね、デブライネね、怪我で契約延長しないかもしんないみたいな。デブライネ、あれなんだよね、ね契約延長貸し取ったのも、これ自分を置いとくとこんだけのメリットあるみたいなプレゼンしたんだよね。すごいよね、やり方が。で、実際に結果残したし、デブライネいなくなってからデブライネハーランドホットラインなくなってんだけど、虫らって右利きの放電みたいなことだから、放電二人になのがるのかあと、毒が切れ味ですごい上がってきてますね。 デブライネ残ったらグリーリッシュ保持もあるかもね。でもまあ、サイドアタッカーとしてムシアラ考えないだろうからね。だからムシアラの場合ね、リズメで結構ポジショニングできる感じもあるから、トップ下の選手を、放電を右左どっちもできるウィング、どこもどっちもできる、グリーリッシュは左専用みたいな考え方だよね。ムシアラ獲得、久保一席の可能性低くなります、あ。同じようには捉えてないじゃん。ベルナードシルバの後継者で久保あるだろうし、デブライネのそのまんま、ダビドシルバーと久保ぐらいの類似タレントで言うと、 デブライネって今誰になるんだろうね。一人でぐんぐん運べて両足のキック良くて、みたいな。重要な時に活躍するみたいな選手。フォーデンの類似タレントが、あの、虫原だと思うんですようわ、ソボスライだなんかソボスライはあとあの、ま、アセンショーが中盤で使われてて一番良かったらこの感じになったのかな、みたいなのもあるよね。 Thank you